まさかここに戻ってくるなんてな。まあ、計画ってのは当てにならない。怒ってるよな。怒ってる。あのだな、やることが一つあるんだ。アンバーより先に。先？他にやることなんてない。次の言葉は慎重に選ぶことに。まあ待て、頼むよ。助けたい奴がいるんだ。わかるだろう。俺は根はいい奴なんだ。それってレオン？そう、そうなんだ、レオン。それにあの子も寄生されている。薬がいるんだ、進行を抑えられる。確実にな。効果は自ら実証済みだ。だから私に何の関係が？あんたも犯されてるな、エイガ。俺だって伊達に何年も研究者をやってない。兆候は目に現れる。もう自分でも気づいてるんだろう。薬で一時的に抑えられる。俺を信じれば得るものは多く、失うものはない。いいわ。でもこれが最後のチャンスよ。薬を手に入れたら次はアンバー。ちょいと連絡だ。はい、こんにちは、仮面ライダーです。お、ほら、こちらルイス。今どこにいる？家に帰りたいとこだが、その前にお城を観光中だ。あ、あそこに繋がんのか。そうだ、実はプレゼントがある。例の症状の進行を抑える薬だ。どこに行けば？そうだな、城の中庭に来い。そこで落ち合おう。ちゃう？これ結局会えなかったんだよね。待たせたな、最高。エイダも薬が必要になるのか。レディーファースト。こいつ、こういうこと言うから疑われるんだよ。まあいいやつなんだけどね。じゃあルイスと一緒に薬を取りに行きましょう。このままだとあいつらと同じになっちゃうからね。まあエイダも感染して体内に虫が湧いちゃってるから、まあ、薬で遅らせることはできるんだけど、根本的な解決にはならないから、やっぱりあの手術受けんのかな。あの側近の打った弾の中に卵が入ってたってことか。あれ、あいつ先行っちゃった？レディーファーストって言って自分が先に行ったのかな。あ、いるわ。まあ、いたわ。行けよ、先に。そういうとこだぞ。よし、行くか。あ、ここ見覚えあるわ。あの仕掛けだな。これエイダだったらフック使えばいけるんじゃないの？いや、いそうだな。薬はそこにあるのね。あ、フック使えるわ。じゃあこの仕掛け別にいらないんじゃない？そう、散々行ったり来たりしたんだよね、ここ。ん？あ、これで下が開いたのか。
自覚はあるのね。あ、あいつどこ行った？焦げ臭くないか？行けばわかるわ。焦げ臭い？嫌な予感するな。え？どこ行ったあいつ？勝手にも、あ、やべやべ、盾持ちだ。ここはショット、あぶっ、ショットガンでまとめて、うわ、湧いた。あー、やべえの来たな。あいつ口の中当てないと死なないんじゃないっけ。あのパックフラワーね、口の中以外打っても死なないと思った。あい、よしよし、弾いた。ほら口開けろ。くれ、あ、生きてるわ、これやろ。あれ死なないな。よしよし、やった。あ、あれ、あいつ、あぶね、あいつ引っかかってんな。あいつ引っかかってるわ。くれ、口開けろ。聞いてる？これ本体撃てってことかな。あれ、なんかおかしいな、あいつ動かねえわ。口開けねえな。あれ、おかしいぞ、これ。グレネード、いや死なないんだけど、どういうことこれ。バグ？バグか？これ普通に、あ、いけるじゃん。あ、あいつ動かねえぞ。これナイフで、あれね、ナイフ使って倒せそうだな。あ、折れちゃった。これやろ、これ楽勝ですよ。こんなの楽勝。ん？おい、ちょっと待ってよ、動けるじゃねえかよ。あいつマジふざけんな。焦げ臭くないか？行けばわかるわ。今度は油断しねえ。まあ、ああいう即死系がいるときは武器ケチんない方がいいね。まあ、あいつが複数いるようだったら先行手榴弾使ってもいいけど。やっぱ階段戦法が強いから、階段でまとめて、後ろから来たな。で、まとまったら撃つ。で、一匹湧くんだよな。こいつか。もうめんどくさいから先行手榴弾使っちゃおう。それ。これで一発で死にます。で、復帰しちゃったから。早い早い早い、いきなり突っ込んでくる時あんだよね。よし、お前撃てよ、銃持ってんだろ。あとは何もないか。この下行きゃいいのかな。なんか燃えてる。あ、ちくしょう、薬が全部燃えちまう。え、諦めて。いや大丈夫だよな、あのレオンたちには。ん、ん、なんだあの危ない。
いや待って、あいつ大量ゲージどんどん減ってってるけど。やばい、これ時間制限か。マジか、あいつ。エイダは平気なの？意外と力持ちだな。間に合うよな。あ、これ間に合わないとルイス死んじゃうのか。よしよしよし、死にそうだわ。無茶するね。薬は手に入れた？死にたいなら好きにすればいい。アンバーを渡した後に。燃やされちまった。薬はもうない。そうまでしてなぜ助けたいの？やらなきゃいけない後始末がある。でももうかなわない。終わりだ。もう誰も助けられない。ルイスらしくねえな。泣き言はやめて、ルイス。らしくない。だな。作り方は知ってるんでしょ？え、作るの？ああ、それだよ。薬の原料はこの城にある。時間がいる。それ取ってこいって言わねえよな。これお使いさせるだろう。上に戻るルートがある。戻ったら作戦会議だ。薬の材料揃えろってか。何もないな。マジか、薬燃やされちゃったわ。こっちは、あ、こっちでいいのか。そんな簡単に薬作れるもんなの？どこまで繋がってんだこれ。ずーっと登ってるね。あ、はしごか。ん？あ、宝箱ある。ん？どうやって飛んだあれ。あ、フックか？あ、出た。フックだ。出たね。あそこ行けるわ。よし。よし、ゲット。あ、金塊のでっかいやつだ。こいつは高く売れるぜ。で、普通に行けばいいんだな。まあ、あからさまにここにあるって主張してるからな。取り忘れることはないか。俺が開く。あれ？どこ行ったかな？やばい。なくしちまった。あ？鍵ない？これ叩けばいいんじゃない？ダメか？あ、あ、言ったわ。こいつわざとなくしたなんて言いやがったな。俺にやらせるために。よし、あり合わせになっちまうが、うまくいくはずだ。いいだ、原料を集めてくれ。やっぱりお使いか。これで新しい薬が作れる。ただ時間がない。急いでくれ。俺はアンバーを回収する。今後。遅延薬原料のメモ。必要な原料。製本室にある赤のインク。財宝の間にある年代物の金のボトル。城壁の標本室にある青い蝶。インクには鉱物、ボトルには酵母菌、蝶には化学物質。それぞれに特殊な
成分が含まれている。あ、この3つ探して組み合わせりゃいいのか。気をつけろ。ちょっと待って、お前一緒に来てくんないの。まあ二手に分かれて探した方が早いか。ここは特に何もないな。じゃあ行くか。あれ？途切れてんな。あ、フックで行くのかな？向こう側か。そうだね、フックで行くだ。これ、レオンがあの巨人と戦った後のステージかな。いや、まさか出てこねえよな、あいつ。いやー、でも一回倒して、出てきたパターンあったよね。おちょ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 、今、いたよな。背後取れるか。よし、おやすみ。もう一人いる？いや、聞こえてるよね。相当あいつ耳遠いな。あ、一応ここ見えないんだ。おやすみ。よし、出たこの仕掛け。これね。あ、二つあるな。もう一個必要か。これレオンが通ったとことは違うのかな。確か鎧が持っていっぱいあった部屋だよね。こっちにびっくりマーク。アイテムはない。あ、そうだ、ここでなんかクモみたいなやつと、敵に寄生するクモみたいなやつと戦ったよね。なかなか厄介なんだよね、あいつ。寄生してるやつにさらに寄生するタイプ。あなたに縁があるわね。ん？タヌキ？なんだっけ？何？レオンに似てんの？いや、なんかあるんだろうね、あのタヌキと。レオンがタヌキに見えてるわけじゃないよね。びっくりした。なんでお前そんなとこにしれっとお店構えてんだよ。まったく脅かしやがって。こんなとこに普通に置いてあったわ。お前の仕業か。ウィルカン、新しいやつはまだ他にもあるぜ。本当に？あー、でもスピネルもう2つしかないわ。金じゃとても買えない。依頼をこなすしかないか。あ、レッドナイン。あ、でも使い勝手悪いんだよな。好きだけどね。ストックとか買わなきゃあんないからな。なんだこれ。あ、ガンパウダー消費量マイナス1。いや、たっけーな。欲しいけどね。あ、先行手榴弾レシピ取っちゃうかな。パニッシャー買っちゃうか。銃変えようか。ああ、買っちゃう。これであんたのもんだ。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。お宝売って。お宝ガラクタ何でもござる。あ、金塊すげえ高く売れる。なんてこった。それなら高値をつけてやる。これもういらないよな。売っていいのかな。あ、金玉は持ったしないな。いや、売ってもいいんだけどね。お宝ガラクタ何でもござれか。
その価値を決めるのはブラックテール売っちゃおうかな。いやどうなんだろう、パニッシャーとどっちがいいんだっけ。まあ売っちゃおう。いつもこうならいいな。それで何がお望みだ。まあ、威力上げて、さあできた、最大にして相談数も上げる。改造ってのは根気と努力がいるんだ。相談速度1個上げて、相談数もっと上げるかな。連射は別にできなくていいんだよ。弾増やしたい。相談数増やせば必然的に持ってける弾増えるからね。見とれちまったか。俺たちの職人技は芸術さ。よし、相談数メインにして、また来いよ。いっぱい相談できる方が弾いっぱい持ってけるからね。よし、しっかりリロードして、ウェルカム。いや特に用はないです。じゃあ行くか。後悔しないようにな。うるせえよ。じゃあこの扉を、これ隣の絵と同じ風に合わせりゃいいんだよな。でここかすれて見えないから、ひっくり返して合わせる。でこれも赤色にして、あれ？あ、これが上か。入れ替えってどうやんだこれ。そのまま、あ、重ねりゃいいのか。で、これが上。で、いや、これ色が違うから、これが、いや、違うな。この、これ青色かな、かすれてて青だよな。ってことはこれ右と左の絵のどっちかひっくり返して、あ、開いた、ビンゴ。まあ、本編やってれば余裕っすよ。凝りすぎよ。まったくだね。普通に開けるドアにしてほしいんだけどね。一つ目はこの部屋ね。あ、ここレオンも来たとこだ。誰もいないか。赤ハブある。この鎧動かないよな。毎度おなじみ腐った食べ物。確かここ、あ、開けらんないか。レオン用か。これ何？回す？あ、印刷機？印刷した？ん？なんだこれ？縦の絵？なんか順番書いてあんな。1、2、3。どういう意味だろう？ん？この部屋にそんな仕掛けあった？あ、ハンドガンの弾。うん、あ、お宝。
こういう本棚には何もない。うん、盾？他にはヒントらしいもないか。あ、いや待てよ、いやこの鎧の盾じゃないや、剣しか持ってないもんね。こっちは開かないか。開かないわ。他にヒントないか。ちょっともう一回見てみよう。これと同じ形の盾、左下が普通の盾で真ん中がとんがってる盾。ん？あ、これ？いや形違うか。これ撃てってことじゃないよね。あ、向こうにもあんな。配置あれと同じ。あ、これじゃない？あの絵と同じに見えるけど、これは、あ、違うな。数合わないわ。あ、もしかしたら、あの順番で撃てってことかな。1番が左下、2番が右上、で3番が右下。3つ打てばいいってことかな、これ。まず、これだよな。これ、打ち上げのかな。左、ちょっと、もう一回見ようか。左下、右上、右下。だね。左上は関係ないのかな。そうだね、これだよな。これ、あ、動いた。ちょっと待って、もう一回確認しよう。右上、右下ね。右上、右下。よし。あ、なんか、解除された。あ、インクだ。どうやってあそこまで？どういう仕掛けでここは開くの？よし。あ、誰か来た。まず、あ、レオンか？確かここであいつと一緒に鉢合わせしたよな。やっぱりレオンか。相変わらず顎割れてんな。なんでレオンの別に出てこなくてよかったんじゃないの？ほんと好き好きなんだから。6年ぶりなのに随分なご挨拶だな。6年か。驚かないのね。面白い。接近戦ではナイフの方が早い。覚えておけ。悪くないわね。上手よ。今回は誰に言われても。いちいち言い方がいやらしいんだよな。知ってるでしょ、答えないって。まあ、結局エイダ自身は何のために戦ってんだろうね。悪くは手遅れよ。置いて帰りなさい。今ならまだ間に合うわ。そうすれば私たちはまた会える。その時はあなたのお望みの挨拶でね。俺が簡単に諦めると思うか。いや、みんな感染してるけどね。そうだったわね。話の続きはまた今度にしない？わざわざ顔出すんだ。またね、レオ。本当にツンデレなんだからね。こっちは通れない。
あと2つか。情緒と、金のボトルって言ったっけ？酵母か。あ、先行手榴弾。ってことは、虫出てくんな。特になし。よし。ここは見たことないかな。誰もいないか。あ、これ見たことあるか。このカンテラもう一個持ってきて吊る下げて開けるやつでしょ。前当然持ってないから、これ普通に手で引っ張りゃいけそうな気がするんだけどな。あ、これドラを鳴らすと扉が開くやつか。これは関係ない。あ、普通にこれ鳴らせば。開くよね。これ宝物庫か。扉とドラの紋章が同じ。簡単ね。蛇が2つ。だから蛇のドラを2つ撃てばいい。向こうにあるのは違うよな。これだな。よし。銃使うのもったいないからな。これ届かねえか。撃つしかないわ。くそ。届かねえ。ダメか。引っ張れないこれ。なんでこんな引っ張れないとこに設置した。よし。ちょっと待って、弾いっぱい出すってことはなんかあるわ。絶対弾のサービスいいってことはなんか出てくるぞこれ。よし、俺はせこいんでな。あ、3つかあれだな。よし、これであのカンテラゲットして奥行けるか。そういうこと言うから嫌なことが起きんだよ。ちょっと待って、これ倒れてこない？大丈夫かな？倒れてくんじゃない？あ、あれ引っ込んだ。何これ？いや、やべやべ。ドリルかこれ。懐かしいな、このシチュエーション。早く早く。もう一個。早く、早く。意外とゆっくりだな。落ち着いていけば。ちょっとゆ魚かこれ。魚のマークか。これだな。意外とゆっくりだな。これ難易度をハードにしたら早いんだろうな。まあ、余裕っすよ。ここか。そんなにギリギリではなかったよね。まったく、こんな子供だましなもんに引っかかるかよ。よし、これで金のボトル
ゲットかな。2つ目の材料ね。確かホーモスコだよね、金のボトル。あ、あるじゃん。これは取れない。これ高く売れそうだけど持っていけないかな。これ高く売れそうだな。持っていけないのか。いやーなんか動きそうだな。これ宝箱開けると動かない。あ、古風な羅針盤。ボトルじゃなかったわ。何かを置けるみたいね。うん？仕掛け？なんか載せるんだろうけど。これは？あ、ん？銀のボトル。やりました、こいつ。うわ、やっぱ鎧着たわ。よし、メレメレ。久しぶりだな。え、くそ、いい動きすんな。めんどくせえか、先行シールド使っちゃおう。そう、あれ。あれ？俺なんで知らねえ、こいつ。あ、やべやべ、早い早い早い。あれ、あいつ効かねえ。よしよし。あ、あの、鎧外さないとダメか、兜を外さないと。よし、ここは、あ、やったか。そうか、兜付きは効かないのか。兜外して使えばよかったのか。で、ここにボトル置いて、よし。あれ？あれ持っていける？また。あれ使い回すのかな？これ動くだろ。中にいるじゃねえかよ。ほら、赤く見えるでしょ。こいつ動くぞ。こいつも動くな。見えてんだよ。また仕掛けを解くと、こいつら一斉に動き出すかな。このまま置くか。あ、鍵。交換しておいてよかった。あー、これは宝石いっぱい使うやつか。単品で欲しいわ。まあ宝石いっぱい集めりゃ高価な価値は出るんだけどね。あれ？あ、宝箱。ん？あ、またさっきの仕掛け。あ、ちょっと待てよ。さっきの銀のボトルって、裏からも取れそうだったね。いや、あれ取るとこいつら動き出すんじゃないかな。そうそう、これ裏から取れるんだよ。大丈夫だな。で、これを、さっきの台座に乗っけて、これ乗せるとあいつら動くんじゃない？あ、別に追ってこないか。いや、何か起こりそうね。絶対起こるよこれ。
囲まれてるじゃん。ここ開かないな。あ、またあれ持っていけるわ。これは、これ金のボトルか。よし。で、そうすると、あれ？動かないな。これ絶対そのままかわしてくんないよな。ほら、来た。いやー、やっぱ動くか。いや、動き早くね？あ、鎧打つとこいつ気絶するわ。よし、鎧を、あ、これで外せる。いや、早い早い。ほら、本編よりも動きが機敏になってるね。いや、痛い痛い痛い。めっちゃ痛いです。緑のハーブいっぱい持ってるからね。クラフトして、素材エルガー邪魔だな。いや、あいつもいるじゃん。くらえ。よしよし。あ、あいつ兜がついたままだった。よし、命令すると兜剥げるわ。あ、痛い痛い痛い。ん？弓矢か。あいつマジ。いや、ちょっと待て。あ、痛い痛い痛い。後ろか。こいつ邪魔。しまった。いてていていて。あ。くそ。あの弓矢許さねえ。いやー、鎧と弓矢連携組まれると厄介だな。先弓矢やった方がいいかな。あ、でも先行手榴弾持ってんだから使わない手はないよな。先行手榴弾2つ持ってるからね。あ、サブマシンガンなんていらねえな。とりあえずショットガンに回して、で、こっちはライフルにする。こんな場所にライフルなんてあんま使わないだろうけどね。よし、こんなもんかな。素材エルが邪魔だな本当に。さあ、じゃあやるか。で、あれ、弓矢兵っていつ来る？先こいつやるか。あぶれ。あ、命令中は無敵だな。それを利用すれば。近い近い近い。やったか。こいつテーブル壊してくれる。くらえ。あれ？あー、そうか。兜外してなかったわ。命令で兜外して、で、やっぱ弓矢兵が邪魔なんだよなあいつ。よしよし、これ無敵時間をうまく。痛い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 。よし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 。いや、痛い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 。くそ、あいつマジ後ろのやつ。この柱にいれば大丈夫じゃない？あぶれ。あぶれ。
このい、いでいで、リロードタイムがこんなにも息吹を。お前から死ね。やったか。いや、多すぎる多すぎる。くっ、先行シルダー、目くらまし。後ろのやつだけ止めたい。せめて弓矢だけでも。本当は兜外してからやるべきだけど。めれめれめれ。無敵時間。逃げろ逃げろ。こいつ撃って、で、こいつも撃つ。やったか？いっぱいいますね。めれめれ。くっ、ああ、リロードリロード。いていていて。死んじゃう死んじゃう。近い近い。いて、いや、くそ。大混戦だな。いていていて、あいつ。めれめれ、無敵時間。よしよし。やったか。よし。無敵時間。あいつ、いや、死んでねえぞ、あいつ。リロード、リロード。よし。あ、外れた。くたばれ、このクソハゲが。いて、いて、え？左のやつか。マジで殺す。このツルツル頭が。そのまま死ね。こんなとこで苦戦しまったわ。兜を全部外してから先行手榴弾だね。そうすればもっと余裕で勝ててたな。ん？あ、あった宝。こんなもんかな。あれ、あの宝箱どうやって取る？ここ開かないんだけど。あ、ここに金のボトル置けば開くのか。金のボトル、あ、あれ、あ、でもこっちが閉まっちゃうから、あ、あ、そうか、銀色か、これ。ここで銀で、これを取り替えればいいのか。こういうことだな。あ、いたいた。お、チェス盤。で、金じゃなくて銀置いて、で、これを金取り替えて、あ、そんでまた銀か。めんどくさいな。あ、そうか、銀じゃなくて黄色のボトル欲しいんだもんね。あとは蝶か。残りは一つ。びっくりした。お前いい加減にしろよ。お、青いメダリオンの消去。中庭。こいついつの間に先回りしてんだろうね。ウェルカム。何から始める？あ、先行手榴弾の作り方。
情報って金にも毒にもなるんだぜ。急スプ買っとこ。在庫は無限じゃねえ。また近いうちに会おうぜ、ストレン。どうせお前の方から会いに来てくるんだろ。よし、あとはチョチョ。二つ目を入手したわ。最後の一つは城壁のあたりだ。アンバーももうすぐ手に入る。城壁で交流しよう。城壁。あとアンバーの情報も回収した。送っとく。ん？あ、ファイル。転送されてきた。ザ・アンバー研究レポート、シャープ1。まだ調査の途中だけど、こいつは大した代物ね。手短に説明すると、あ、これは本編で語られたと同じか。まあ、要は、寄生した相手をね、好きに操れるんですよ。新設された通信施設に移そうと思う。あ、そこにアンバーがあるのか。あ、これは、ルイスと一緒に研究していた人か。まあそうそう、ルイスはね、まあ、ここで研究の手伝いをしてたいんですよ。まあそれで、まあいろいろとあってね、こっちにも協力してくれてるんですけど。ん？話し声がする。ん？あ、びっくりした。いや、もういつの間にそこにいたんだよ。あ、これ反対だったわ。元に戻ってたわ。あ、ここに、確か、ブラックバスいなかったっけ？あ、ハーフだ。あ、いるいるいる。でかいのもいる。空きはあるな。一応これ、エイダーも食うのかな？取れる？早い。よし、ブラックバス。あ、持ってける。白びれ淡白な味わい。あのでかいのは取っとこう。めっちゃ荷物になるしね。じゃあ次は中庭か。あの迷路か。迷路だな。あ、ここにメダリオンが1、2、3、4、5。お宝もあるね。何もいない。あそこはフックでいけそう。あれ？出ないな、特に。普通に。開く？開いた。カラスいっぱいいるわ。特にお金出ないな。こんなとこに宝ある？あった。宝石か。こんだけか。よし、じゃあ、あの迷路行くか。嫌な思い出しかないわ。いや、あそこ犬がいっぱいいるんだよね。メダリオンも全部回収しないとな。犬厄介なんだよな。いきなり出てくるからね。あ、でもこれレオンがもう通った後、確かここで会わなかったっけ。あ、なんだあれ。あ、あいつ
扉の鍵かあれ。本当だよ。この声どういうこと。ああいつあれか。寄生してる相手を操るやつか。そうエイダもね寄生されてるから影響を受けちゃうんだよ。あの赤いやつ先倒した方がいいかな。あー出た出た出た。あの寄生した人間をねあの虫人間にするんですよ。あーこれ厄介だな。あいつどんどん仲間増やしてるわ。早くやんないと。あメダリオン。いやでも今撃つとバレる？頭が悪くなってしまう。こっから狙えねえか。まだバレてない？いや撃とうとした時にこれやられるとな。あ来てるな。バレてる。バレてんだったら撃ってもいいか。いやこいつ口開けないとダメージどんなやつか。ちょ降りてみるか。これちょっと先が見えないからいきなり鉢合わせするだろう。あやべえやべえ。よしこれタイミング悪いと食われるわ。戻った方がいいかな。ここで戦うの不利っぽいな。頭が悪くなってしまう。早いとこあいつやんないとな。犬の代わりに虫人間がいっぱいいるわ。まあ、接近戦メインになりそうだからショットガン増やして。こりゃ普通に撃って。うわー湧いた。こっち来んな。こっち来んな。よし。あいつどこにいる。あいた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 。お前マジふざけんな。くらくらい。もう一発。あ、逃げた。何逃げてんだお前。早いな。逃げ足めっちゃ早い。そんなので叩いたら痛いでしょ。頭悪くなっちゃうよ。くらい。あ、湧いた。うぅ。こいつ。あーこっちからも来た。やべえ。よし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 。いいぞ。ほら来い。口開けろ。まずいまずい。うわーもう一体来た。くらい。し、お前も死ね。くら、あ、あ。
そがこれはあれですよ。あの下で戦っちゃダメだ。階段戦法で行こう。あいつ無視してすんなり通してくれてもいいのに。階段で待って、この声どういうこと。階段で待って全滅させちゃうか。あいつ微妙な位置にいんだよね。撃てる場所、あ、いけるいける。くそ、あれダメージ取んねえか。頭狙えないわ。逃げたわ。ムカつくなあいつ。はいはい、いらっしゃいませ。あ、死んだか。ここで待ってればいいんじゃない。どんどん来い。あ、後ろか。回り込んでくんのか。よしよし。うわー、湧いた。こいつ湧いたらショットガン。よしよしよし。あ、ここで倒しちゃえばいいじゃんね。口開けろ。そこ、あ、降ってくる。どっから降ってきてる。あぶる。暗い。俺死なねえな。なんで。あ、でも考え方は良さそうだ。よしよし、入るか。あ、死んだわ。誰もいないんじゃない。あ、いるか。俺のスナイピングを。近い、近すぎる。近いわ、離れよ。よし、ワンダウン。リロード。距離を置いて。よし、ちょうどいいとこ。高台から。あ、走った。よし、ここ当たったか。近いな。あぶ、一回降りよ。一回降りて迂回して、そう、上行ったら下行ったりしながら戦えばいいんだ。あいつどこ行った。こうか。あの赤マントどこ行った。また ここで戦うと不利だから。あ、ん、ここ登れるぞ。あ、メダリオン。あー、来て、落ちろ。よしよし、ここいいじゃん。ひょっとしてこれ、あ、安全地帯だ。よし、近い。あ、狙いやすいわ、ここ。これは穴場ですね。これ無敵では。ここいいわ。
狙いやすいわ。こいつはちょっとやばい。よし。よし、落ちろ。落ちたわ。いいずこけ方だよ。よしよしよし。ここ安全地帯だ。よし、落ちろ。いい落ちっぷりだぜ。あそこで撃ってれば上からも来ないし。ん？まだいる？もう全員やったのでは。お宝。あ、出た、原稿帳のランプ。あ、ビュッ、いていていて。こいつつけてきたか。このツルツル頭にお仕置きを。全員やったっぽいな。あの赤いやつどこ行った？あ、いるわ。あの赤マントは鍵持ってるからね。どこ行った？あ、なんか音がするな。虫がいる。まだザコいる？虫の音がする。あ、来た来た来た。よし。あ、こいつか。あ、こいつ自分も虫になったのか。なんかマントの色違くない？マントというかローブか。虫が湧いて色変わったのかな。あとメダリオン全部剥がしていくか。次はどこかしら。これで終わり。よし。じゃああとはあの扉開けるだけか。また開けた途端商人がいない。最後の原料だけね。